女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。背後より増援。走れ。俺たちはこのまま馬で駆ける。今は前を向いて進め。兵長、立体軌道に移りましょう。兵長、指示を。やりましょう。あいつは危険です。俺たちがやるべきです。おとなしくしてよ。お前なんかに手こずってる暇はないんだ。まとめて相手した。お前らの仕事は何？その時々の感情に身を任せるだけか。そうじゃなかったら、この班の使命はそこのクソ巻きに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り。了解です、兵長。この班の人間、あの監視者。おとなしくしてる。やれ。救援助かりました。追ってくる巨人を足止めします。早い。奴が接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。これ以上近づかれんな。ここで時間を費やすわけには。ありがとうございます。すぐに目標の巨人の方に向かいます。まずい。このままでは追いつかれます。止まるな。このクソガキのことを第一に考えよう。
とめて相手してやる。兵長、リタ軌道に移りましょう。兵長、指示を。やりましょう。あいつは危険です。俺たちがやるべきです。お前なんかに手こずってる暇はないんだ。お前らの仕事は何で、その時々の感情に身を任せるだけだ。そうじゃなかったはずだ。俺の時じゃない。この班の使命はそこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り。了解です、兵長。化け物だ。この班の任務は俺の監視じゃ。救援助かりました。追ってくる巨人を足止めします。まとめて相手して。早い、ヤツが接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。これ以上近づかれるな。やる。来る巨人を足止めしろ。どうして化け物。早い、ヤツが接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。これ以上近づかれるな。奴が接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。
これ以上近づかれるな。ありがとうございます。すぐに目標の巨人の方に向かいます。面白い暮らしやがって。すぐに片付けてやるぞ。後方に回って巨人を止めます。行く。まとめて相手して死ね。味方に戦ってます。早く援護しなければやられません。ええ、前を向け。歩調を乱すな。最高速度を保て。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか。お前ら、腹を締め！死んだ！助けられたかもしれないのに。援護感謝します。後ろは任せてください。手の手から俺の敵じゃない。了解です。やるしかねえ。行くぞ。また戦ってる味方がいます。今ならまだ間に合う。エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろって言うんですか。仲間を見殺しにして逃げろって。面白い暮らしやがった。了解しました。遅い。さっさと決めろ。進みます。目標加速します。走れ。このまま逃げ切る。兵長、進め。
俺とは一旦別行動だ。適切な距離で、あの巨人からエレンを隠せ。今！まさか、あの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。わかったか。はい。女型の巨人の動きは止まったようだな。まだ油断はできない。しかしよくこのポイントまで誘導してくれた。後列の班が命を落として戦ってくれたおかげで時間を稼げた。あれがなければ不可能だった。そうか。そうだ、彼らのおかげでこいつの同じの中にいる奴と会える。中で小便漏らしてねえといいんだが。なんだと？召喚、ふざけた命令しやがって。
当初の兵団拠点作りの作戦を放棄して森に入る巨人を食い止めろだと？目的も何も分かりゃしねえ。ジャン、それじゃあどうするの？どうするって、そりゃ命令に従う。巨人を森に入れない。お前もそうするべきだと思うんだろ、アルミン。何やら分け知り顔だが。そもそも作戦の本当の目的が何であれ、団長はもっと多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。こんなやり方、余計な死人を増やすだけだろうか。いや、団長は間違ってないよ。非常かもしれないけど、僕はそれでいいと思う。ちゃん、僕は大して長くも生きてないけど、確信してることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。前方より巨人接近！チッ、行くぞアルミン。巨人接近！ここで食い止める。頼んだ。タグイン、戦闘開始。ついてきてくれ。私も行くよ。森の入り口の守備は防衛班が担当する。カカンは防衛班に近づく巨人を排除せよ。迷惑かけてごめん。巨人を森の中に入れなきゃいいんだ。防衛班がやられて巨人が森へ入ったら僕らの負けだ。死守しないと。僕だってやってやる。巨人が森の入り口へ接近。こんな場所じゃ立体機動装置が活かせねえ。無情か、どういうつもりだ。怖くなんかないぞ。できた。
るわけにはいかない。誰か援護を。手を貸すよ。もう大丈夫だ。クリスタは欠員が出た班の援護に回れ。はい。アルミ、私も一緒に行くよ。ああ、助かる。よし、行こうぜ。怖くなんかないぞ。支援団だ。助けないと。負けるもんか。怖くなんかないぞ。行くぞ、父上。はい、やりますよ。同期の連中は殺したのだ。やったぞ。助かりました。アルミン、私たちはここを守ってればいいんですね。